お疲れ様です。今日話すことは妄想の話だと思ってください。昨日見た夢の話をしようと思うんですけど、たまに取り乱してすごい責任感で動こうとしてくれる人とかいるんですけど、そういうのじゃなくて、夢です。まずなんですけど、会社の方を今休んでまして、4日目ですね。何があったかというと、金曜日の夜ぐらいにちょっと体調が悪いなと思って、喉が初め痛くなったんですけど、で、次の日起きて、なんか頭グワングワンするなと思って、昼ぐらいに熱を測ったら、もう38度超えてたんですね。あ、やべえと思って、急いで PCR 検査したんですけど、それは陰性でした。このまま大丈夫かなと思って、ちょっと熱も下がったんですけど、で、また上がって38度台。昨日もね、ちょっと調子乗って撮影とかしてたのもあるんですけど、撮影の時点では36度台まで回復してたんですけど、あの後また38度台まで行きまして、やべえなっていうので。で、今日は37度3分、6分、3分みたいなのを繰り返してる状態で、そんな本調子ではないんですけど、だいぶふわふわした感じとか、体の関節痛みたいなのがあったんですよ。あと、ふくらはぎがなぜかつるみたいな、そういう現象あったんですけど、そういうのもなくなってきたと。会社から電話が来て、今話してたんですけど、あ、夢の話ですね。夢の中で。明日からね、行くことになったんですけど、その一連の流れですけど、今現在、アルバイトの方で2人作業をしてます。主な内容は点検作業ですね。僕が運転免許があるということで雇われて、もう一人の人は助手という形で雇われました。なので、実質作業車を運転できるのは僕しかいません。その状態なんですけど、先週の火曜日あたりから、そのもう一人の助手の方が咳込むようになってまして、金曜日ぐらいの時にはだいぶ咳込んでたわけですよ。だから、それが直接の原因だとは断定できないんで、これもね、偏屈にはなってしまうんですけど、もしかしたらこの人なんじゃないかなとは僕の中で思うんですけど、それで土日入りますよね。その土曜日にはもう熱が出てたということで、その人がどうやらご立腹ということで、言い分としては、あ、僕しか免許がないんで、一人じゃ作業できないじゃないですか。僕が穴を開けたことによって入ってくるよって、バイトなので1日出たらいくらという形なんですけど、今その当てにしてたお金が入らなくなるわけないじゃないですか。僕が例えば今週1週間休んだら5日間休むっていうことなんで、5日分の給料がね、繰り越しになるというか、すぐ来月には入らなくなるわけですよ。なんで、それですごいね、怒ってるみたいで。結局そういうのも折り合いつけるために明日出ないといけなくなったんですけど、僕の心が狭いのかもしれないんですけど、その人は先週の火曜日に遅れてきたんですよ。で、会社の方にもどうやら途中で電話したらしいんですけど、遅れてから。で、僕も全然来ないなと思って待ってて、1時間ちょっとしてから来たんですけど、僕の場合はですけど、僕が人に厳しいのかなっていう部分はあるんですけど、僕はすいません、遅れましたって言うんですよ、そういう時に。だから、そういう感じかなと思ってたんですけど、その人がついて、うわー寒って言って、結構大きい独り言を話される方なんですけど、うわー寒って言ってて、確かに寒いよなぐらい思ってたんですけど、まあ、それっきり会話はなく終わって、ああ、まあすいませんでしたって言ってほしいっていうのも確かに僕のエゴなんで、まあそれは別にいいかと思って、そういう方です。今回の件はその人から移されたとは断定できないんで、僕が悪いのかもしれないですけど、あまりにも理不尽じゃないのかなと思って、結局その人が、まあ、それですごい怒ってるみたいな感じで、感染対策をね、しなかった僕も非があるんであれですけど、なんか真面目にやっても全然報われねえんだなと思って、結局そういう
言ったもん勝ち、やったもん勝ちなところがこの世の中ってあるとは思うんですけど、まさにそれ、ずうずうしい人の方が生きていけると思うんですよ。職場でも結構すごい長くいる権力持った人とかいるじゃないですか。めっちゃ声でかくて攻撃的な。でもああいう人ってずうずうしいからずっと残ってるじゃないですか。ただすごい繊細な真面目な人ってすぐ辞めたりしますよね。ずうずうしさって大事だなとは思うんですけど、果たしてそれ100ゼロで俺は悪いのかなと思って、なんかよく分かんなくなってきて、だいぶね合わせてはいるんですけど、僕もすごいこだわりの強い方なんで、そういう時はどうすればいいのかなっていうので、社会人の最低限のマナーがわからないっていうか、だからまとめますと、まず今回はすごい咳込んでる人と仕事してて、僕がなったから咳が移ったんじゃないかなとは思ってるんですけど、それで4日間今寝込んでます。給料が減るからね、もう一人の人が仕事させろっつって怒ってます。その段階ですね。いろんな疑問があるんですけど、人間関係って本当難しいなと思って、その辺を僕の心が狭いのかもしれないから、歩み寄るにはどうすればいいのかなとか、ここで吐き出してるんですけど、それで結局その人がだだこねてるから行けないといけなくなったみたいな雰囲気で、それにはすごい納得できないんですけど、無理してでも行くべきなのかもしれないしね。短期のバイトなんで、契約期間自体は決まってるから、その人みたいに穴を開けないっていうのが多分仕事としては一番いいとは思うから、まあ、その人が正解なのかもしれないし、熱を出した張本人が悪者みたいになる風潮が嫌だなと思ってちょっと吐き出しました。このご時世なんでね、風邪でやばいなと思った時点で休むべきだったんじゃないのか、それに関してはね、風邪でも全然行くっていう意見が結構あったんで、まあこれは二手に分かれると思います。確かにバイトって保証のないものなんで、一日でも多く出たいですよね。だからそれで俺に怒るのはしょうがないことなのかどうか、移しても移されたやつが悪いっていうのが通るのかどうかですね。ただの愚痴動画です。ちなみにこれは昨日見た夢の話なんで、人間関係本当わかんねえなと思って、ただいちいちこんなんでイライラしとってもダメなのかなと、僕ももうちょっとずうずうしくなろうかなとも思うし、その辺が難しいなと思って、俺は悪くないかなとは思ってるんですけど、よく分かりません。バイバイ。